大久保うらふ徹底調査、正直まこの街で、まあ、ちゃんとしたねお店とか紹介できるか、まあ、自信ないのよ。いろいろできちゃう JK リフレがあったという。どうやっちゃしゃーだーだー予定でいたしゃー大久保うらふ徹底調査カムサハムニガーと裏ってどういうことなんですか。裏バカだれほんまに。ここは皆さんご存知の通り未開の地と呼ばれてるね、この大久保新大久保ですのでね、正直これ表に見えるか裏に見えるかそれは皆さん次第ですということですので、表も裏も徹底的にご紹介していきますので最後までお付き合いください。この街の四方八方から聞こえてくる言葉の日本語率わずか3割いってみよう。おお、目移りしまくるけどね、やっぱりこの大久保新大久保っていうのはマッサージ系が多いの。ああ、そうなんですね。だから全部マッサージね。へえー、ちょっと待って、タイプです、はい、まあ、正直この街で、まあ、ちゃんとしたねお店とか紹介できるか、まあ、ちょっとね自信ないのよ。あまり、ちょっとまあもしまあ、ダメだった時はもうその時はもうすいませんとしか、あ、まあ、まあ言いようがないと、ということなんですけどね。ごちゃごちゃ感がええよな、ごちゃごちゃごちゃ。瞬時にいろいろなことが見分けれるドスケレオでもちょっと日本人なのか韓国人なのかちょっとわからん確かにこれぐらい多国籍な街ですから、これがマッサージ、さすがですね。大久保のスキンシップはマンゴーだから皆さんめちゃくちゃもうザ韓国的みたいな、あの想像してるかもしれないですけども、思った以上にめちゃくちゃ多国籍なんで、なんか韓国以外にもベトナムとかいろいろ書いてあるんですね。もう東南アジア全般おがあるみたいな。はい、こっちはね新大久保の駅前ということで、これね、ちなみにあの大久保駅と、まあ、新大久保駅の、まあ、この間ってね、上野でいうとアメ横抜けて御徒町着くぐらいの距離かな。なるほど。まあでもほんま徒歩3、4分ぐらいみたいなね。いろんな国の店が見てごらんこれ。おお、ベッドナムフォーやな。何やそれ。なんなんですね。よくわからんもんと、あとなぜかセットで携帯売ってる。食いもんと携帯一緒に売ってるとこなかなかない。バナナの前には絶対止めたから、ね。辛そうですね。いやね、誰もいらん情報。あの私ね、ちょっと辛いの苦手やな。あんだけもういらん情報や。辛口なこと言うねんけど、あのココイチはノーマルがギリギリです。そうなんですね。このカフェちょっと怪しいこれね。何やなんすかね。ただのカフェじゃない可能性もあるですか。めちゃくちゃ怖い人。新大久保からねこっち来たらやっぱむちゃくちゃ韓国やな。すごいですね。韓国なんかアイドルの写真買うわけでも辛いもん食うわけでも何でもないねんけど、コスメティックも買わんけど、でもなんか分からんけどなんかワクワクするなんかワクワクするな。さあ、ね、もう正直まあ店あるかも自信もまあないわ。美味しそうな店しかない。食欲はそそられますけど我々性欲ですもんね。やっぱりドスケベオですから、ドスケベオの欲といえばあの欲しかないでしょ。絶対見つけるからね。まあこの大久保エリアの貴重な、はい、おおあんまり大久保悪いのよ。これでも多いですね。なんか
唯一みたいな。ああでもこの辺のエリアデリを持っている気分にあんまならん。まあ新宿近いから一応利用する人はいるんじゃないですか。目と鼻の先がね、歌舞伎町で、はいはい、あれがね、あの歌舞伎町でソフトオンデマンドランドっていうやつを、はい、あのしたことあると思うんですけど、それのね、系列でソフトオンデマンド VR、そんなんあるんですね。バーチャルで行こうっていう話が興味、中身よう分からんで。さあね、ここね、これなんてことないビルでしょ。はい、実はここの店変わったんやけども、ここのビルの3階にいろいろできちゃう JT ディフレがあったという。そうなんですね、なくなったんですね。残念ながらただいまね、バーに変わってた。なるほど。ああメイドさんがいる外話ですね。メイドバーに変わってもってるけど、以前はここ JT ディフレで、まあこのエリアで貴重なプラスアルファでいろいろできちゃうっていう店だったっていう。へえ、ショックっすね。またね、見つけたら皆さんに報告します。残念。いや、おかしい。どうなんですか。ドスコベ情報だと、この辺にね、ニューハーフヒルあるはずやねんけど。そうなんですね。見つからんねん。確かに看板らしきものも出てない。いや悔しいな。ここやぞって言いたいねんけど。あるけど、あるけどないの。あれおかしいな。実はもうここ4往復ぐらいしてんねんけど。何ですか。ないのよ。え、じゃあニューハーフは興味あるんですか。この場で家ぐらい興味ないね。ないねんけど。いやどうせなら店あった方がいいやん。まあ確かに。気にはなるっすね。そうや。あ、ごめんなさいね、あの新人のデカの尾行中みたいな顔になってますけども、真剣に探してるんで。あのね、例えばあの3階の、おお、看板もみっていうことは何かあるかもしれない。あ、もうもむって言ってますからね。でもやっぱこのエリアはね、あの確実にやっぱりマッサージは、まあ、10、20はぐらいある。お、結構あるんですね、やっぱりマッサージ系は。マッサージ系は、ただその中からちょめちょめできるかどうかは実際行ってみるとわからん。ああ、なるほど。めちゃくちゃ怪しい。あるかもしれん。全然わかんないですね。でもね、確証はないんだよね。またリベンジするから。はい、こちらね、大久保公園。ここがやっぱり大久保公園って書いてるけども、あのほぼほぼね、言ったら歌舞伎町に今近い、はい、まあ、一番今令和のこの世の中でも立ち人が立ってるエリア。おー、あー、なんか見たことあるっすわ、このなんか感じ。今はあの時間が夕方のまあ6時ぐらいなんで、はい、まだおらん、はい、だけど8時過ぎたら5人はおる。おー、いつかちょっとそれもちょっと回したいですね。そう、俺ら夜遅めあんま通ってない。昼も行きますね、確かに。じゃあこの夜も行きますか。夜ね、バッチリ収めるから、ね、夜勤手当出すから。いや頼むから会ってくれっていうのが、まあ、ちょっと待って、あれちゃうんか。お、ありました。見つけました。おお、ここでございます。ベラッタです。おー、渋いっすね。めちゃくちゃ渋い。おー、すごっ。いや皆さんに何とか、まあ、お店っていうのをね、見つけれてよかったです。まあ、こちらの店なんですけれども、まあなんとね、指名ができない。そうなんすね。入り口入って、もうそこお金渡して、こうやって待ってたら女子がやってくると。もう決められたエスコートで行くというね。 でもね、あの、まあ、もしあのどうしても
示したいという人はホームページを見て、モザイクがかかってる中から顔を想像しながらフロントで言うと一応指名ができる。それって言うんですか。だから顔想像と全然違う場合もある。おまあ、とにかくね、ずっとオープンから閉店まで、同一価格ですのでね、まあ、そこは安心してもらってということでございます。ここが唯一になるかもしれない大久保店舗型ヘッスバテラ。調査結果で、さあね、調査結果としてはヘッスが1個だ。なかなか渋いっすね。おー渋い、おー渋い。まあでもね、逆に言うと1個必ずあるというということですので、まあほら、まあ、ニューハーフ、そしてマッサージなんか、この辺りがメインになってるということなんでね、まあこんな感じですけどもね、でもほんまにワクワクさせてくれて、何かしら満たしてくれるところなんで、まあ、ぜひぜひこの街、まあ、調査結果、裏に見えたか表に見えたかは皆さんが判断してください。誰にもバレずにチャンネル登録お願いします。食欲を満たした時にいざとなったら寺に駆け込む。